と思うの。へえ、すぐりのジャムはとっても美味しいのよ。こんな酸っぱいのが？もちろん蜂蜜を入れて煮るの。へえ、オーレリーって何でも作っちゃうんだな。できたらご馳走するわ。あ、そうだ、姉ちゃんから。はい。え？先日お招きのお礼に、今日の昼食にあなた様を招待いたします。ロザリー、オーレリー様。これを書くのに1時間以上もかかっていたよ。そう、じゃあ伺おうかしら。キャッホー、手の方も良くなったからそのお祝いもしたいって。それじゃあお昼までに行くわ。早速このすぐりに行ってしまおう。ねえオーレリー、俺バロン先に連れてってもいい？いいわよ。よしバロン、俺うちに美味しい肉隠してあるんだ。美味しい肉だぞ、わかるかい？さあ行こう行こう。オーレリー待ってるからね。ペリーヌがこの小屋で生活を始めてからもう一月近くになりました。工場からもらう賃金はわずかでしたが、ペリーヌは自分の生活を少しでも豊かなものにしようといろいろ工夫をしました。自分で作れるものは自分で作り、他人が捨てたものでも利用できるものは何でも利用しました。今日も野生のすぐりを取ってきて美味しいジャムを作ろうと一生懸命です。美味しい。バロン、こっちだよ。さあ行くぞ。それ
俺にバラを譲ってくれってさ。え？よいお年は自分で頼みなさいよ。まったくも手伝わないんだから。もうきっとダメだろうな。当たり前でしょ。オーレリーはバランとずっと一緒に暮らしてきたのよ。二人は友達みたいなものだわ。うん。なあバラン、俺ん家に来ないか。毎日うまい肉を食べさせてやるぞ。サポール、椅子を運ぶの手伝って。あんたも一緒に食べるんでしょ。うん。はい。はい、どうぞ。父ちゃん。ロザリー、おばあちゃんが教会から帰ってくるまでお前も少し手伝ってくれよ。でもお昼にはオーレリーが来るのよ。親父、お金置いとくよ。ああ、毎度。ほら、お客さんのテーブルを片付けてくれ。私が招待したのよ、お昼に。オーレリー多分この頃お肉など食べてないと思うの。肉は安くないからな、工場の女工には無理さ。私この間オーレリーにご馳走になったのよ。テーブルは拭いたのか。父ちゃんの。分かったよ、お前のお客様には特別な肉を焼いてあげるさ。うわおいおい、鍋がひっくり返るじゃないか。ありがとう父ちゃん。こんにちは、ファブリさん。はい、あ。お客さんに料理を出そうか、ロザリー。お願いします。あ、父ちゃん。なんだい。ちょっとこの味見て。なんだいこれは。ジャムよ、いいからちょっと味見て。変わった味だな。おいしい。うん、うまいよ。野生のすぐりだって。ああ、あんたが作ったのかね。ええ。こりゃいい。今度うちでも作ってみよう。オーレリーに教わりなさいよ。ああ、ロザリーに聞いたが、あんたは野生のものでいろんな料理を作るそうだね。はい、旅をしてましたからいろいろなものを食べたんです。今度ゆっくり俺にもあんたの食べたものを教えてくれよ。はい。それじゃ、まあ今日のところは物足らんかもしれんが、ステーキぐらいで我慢しておくれ。まあ夢みたい。そんなに喜ばれたんじゃ、一つ腕を振るわなきゃな。おやじさん。あら、ファブリさん。どうしました、ファブリさん。おやじさん、馬を走らせる人を知らないかな。私だって馬ぐらいなんとか。でもおやじさんは今忙しいだろう。何しろお昼だからね。ねえ、誰か他に知らないかな。まあまあ落ち着いて。一体どういうわけで。ベンディットさんが病気なんだよ。え、ベンディットさんが。そういえばベンディットさん朝食を食べに来なかったね。昨日の夜中から具合が悪くなってね。僕は一晩中看病していたんだ。さっきやっとリュション先生に見てもらったんだけど、どうやら肺炎らしいんだよ。肺炎。ええ、それでピキニの病院に入院した方がいいということになってね。馬車はなんとか借りられたんだけど、御車が見つからないんだ。それならビルフラン様のとこの御車はどうかね。うちの婆さんに頼んでもらったらビルフラン様も貸してくれると思うが。実はもう頼んだんだよ。だけど業務のやつ酔っ払ってとても使い物にならないんだ。あれあれ、俺が言ってやってもいいんだが、ピキニまでとなると。あの、私でよかったら行きましょう、ファブリさん。え、君が馬車を。ええ、私は長い間馬車で旅をしてましたから。でも君じゃちょっと無理じゃないかな。小さすぎるよ。大丈夫です。そのベンディットさんは早く病院へ連れて行った方がいいんでしょ。もちろん。だけどやっぱり他の人の方が。ファブリさん、私大丈夫です。よし、オーレリー、お願いするよ。
トさんは工場で英語の通訳をしたり翻訳をしたりしている人よ。奥さんはいないわ。この下宿屋でファブリさんの隣の部屋を借りてるの。よしよし、気をつけて行ってきてね。ええ、悪いなファブリ。そんなことさ、頑張って。さあ、いいですか、足をかけて。よっしゃ。大丈夫ですか。それじゃあオーレリー頼むよ。はい、オーレリー気をつけてね。ええ、はい。ああ、もう少しスピードを上げていいよ。はい。気分はいかがですか。私は天国へ行く馬車に乗っているんじゃないのか。何を言ってるんですか、ベンディットさん。あなたはまだ死にはしませんよ。でも御社台に天使が。え？え？あれは天使じゃありませんよ。背中に羽がないでしょう。さ、そういえば、そうだ。トロッコ係の可愛い女の子ですよ。女の子ね。え？どうして女の子が馬車を。ベンディットさん、ベンディットさん、大丈夫ですか、ベンディットさん。もうすぐ病院だ。急いでくれ。ベンディットさんがおかしい。はい。ハリカール。ハリカールだわ。オーレリー、もう少し行ったら、あの道を右に曲がったところが病院だ。わかったな。どうしたんだよオーレリー。ほら、その道を右に曲がるんだ。わかるだろう。はい。さあ、ベンディットさん着きましたよ。しっかりしてください、ベンディットさん。時間がかかるようだったら先に帰っていいよ。いいえ、待ってます。そう、じゃあ。パリカール、パリカール。
クリおばさん。あんたとパリカールはよっぽど縁があるんだね。どうだい、元気にやってるかね。ええ、おかげさまで。おばさんはまだこの辺りにいらしたんですか。いやね、ずっと北の方で商売をして、これからパリに帰るところさ。ところで、あんたは今おじいさんと暮らしてるんだろ。え、おや、違うのかい。ええ、かわいそうに、せっかく行ったのに追い返されたってわけか。違うんです。さて、どういうことなんだい。え、ちょっと事情があっておじい様の家へは行っていないんです。そうかい、それじゃまだこの町にいるんだね。いいえ、マロクールに住んでいます、一人で。え、工場で働いています。ま、どんな事情か知らないが、働いて食べていければ変な親戚に世話になるよりずっと気楽でいいよ。ええ、どうだい、おじいさんのところへ行かないんなら、私と一緒に商売をしたら。あんたと一緒の時はとってもうまくいってたろ。ええ、でもいずれはおじい様のところへ行こうと思っていますから。そうかい、本当に残念だね。オーレリー、オーレリー、お、それじゃおばさん、ここで。あ、あの人だね、あんたを待ってる人は。ええ、さよならパリカール。とにかくあんたの元気な姿を見て嬉しかったよ。私も。おばさんお元気でね。あ、さよなら。さよならおばさん。ペリーヌ、今度こっちへ来た時はマロクールの方まで足を伸ばしてみるよ。待ってます。さあパリカール。ごめんなさいファブリさん、ちょっと知り合いの人と話していたもんだから。あ、そう、もういいのかい。ええ、さあ馬車に乗ってください。ベンディットさんが君にお礼を言ってたよ。早く良くなるといいですね。でも1ヶ月は無理なようだな。そんなに？病気は治っても体の回復には時間がかかるそうだ。そう。会社の仕事も差し支えるな。工場には他に英語のできる人はいないんですか？僕とあとモンブールさんという人が少しできるけどね。そうですか。ああ、ひょっとして君も英語はできるんじゃないか？どうしてですか？いや、なんとなくそんな気がしただけさ。ええ、できます。え？母がイギリス人だったもので。なるほど。で、お父さんは？フランス人です。二人とも亡くなりましたけど。さっきの君の知り合いの人ね。ええ、あの女の人、君のことペリーヌと呼ばなかったかい？僕には確かそう聞こえたけど。ええ、オーレリーというのは本当の名前じゃないんだね。ええ、でもこのことは人には言わないでください。何か事情があるのかい？お願いです、誰にも言わないでください。ああ、分かった、誰にも喋らないよ。僕はね、前から君のことをとても不思議な子だなと思っていたんだ。もしよかったら君のことをいろいろ聞かせてくれないかな。いや、話したくないなら無理にとは言わないけど、もし君が困っていることがあったら僕に相談してくれ。いつでも力になるからね。ありがとうファブリスさん。ファブリさんの優しい言葉はペリーヌの胸を打ちました。ペリーヌはおじいさんのことを何もかも打ち明けて、ファブリさんに力になってもらおうかとも考えましたが、やっとの思いでその考えを押しとどめました。ロザリー。はーい。お腹
空いた。もうペコペコで目が回りそうよ。お前の友達はもっと空いてるさ。朝からまだ何にも食べてないんだから。あ、そいつ持っていけ。お待ちどうさま。お腹すいたでしょ、オレリー。さあ、召し上がれ。まあ、おいしそう。おじさん、ごちそうになります。ああ、今日はあんたのおかげでわしも助かったよ。遠慮しないでどんどん食べておくれ。ロザリー、お前も早くお食べ。腹ペコで死にそうなんだろうが。まあ、父ちゃんたら、本当に品が悪いんだから。もうさあ、どうぞ、オレリー。気に入ってくれると嬉しいけど。いただきます。おいしい。そうかい。こんなにおいしいお肉、本当に久しぶり。あんた肉を切る手つきがとても上品だわね、父ちゃん。うん、どっかのお嬢様って感じだ。オレリー帰ってきたの？どこ行ってたんだ、ポール。あっちこっちだよ。ねえ、ベンディットさん死んじゃったの？バカ野郎、神様にうちのお得意様をそうあっさり取られてたまるか。まった、父ちゃんたら。はっ、こりゃ。こら、バロン、お前はさっき食べたばかりだろ。さあ、おいでおいで。それじゃ、ゆっくり食べておくれ。ありがとう、おじさん。オーレリー、私は明日から工場へ出るわ。よかったわね。それから明日はお昼のお弁当任しといて、私が持ってくわ。悪いわ、それは。今日だってこんなごちそうになって。いいのよ、どうせ父ちゃんが作るんだもの。一人分も二人分も大して変わらないわ。すみません。やだわ、涙なんか出して。だってみんながあんまり親切にしてくれるって。何言ってんのよ。あんただってお昼ご飯も食べないでベンディートさんを病院まで送ってったじゃないの。さあ、冷めないうちにステーキを早く食べましょうよ。本当に美味しいステーキでした。ペリーヌは何ヶ月ぶりかでこんな美味しい肉を食べたのです。そしてみんなの温かい思いやりに心から感謝するのでした。次期社長にと噂されるテオドールの財布がなくなりました。工場中大騒ぎの挙句、非常識にも全ての工員の体を調べろとペリーヌに命令するのです。しかしペリーヌはいとこにあたるテオドールの命令を厳しく断るのでした。次回、ペリーヌ物語、テオドールの財布をお楽しみに。Thank you.